はい、えー、それではね、メ、えー、ルセデスベンツ、えー、S クラス、えー、W222 のですね、えー、安全機能の一つであります、えー、ディストロニックプラス。これの、ね、使い方を、えー、説明したいと思います。でこのねディストロニックプラスっていう機能なんですけども、えー、要はね自動運転、 ま完全ではないんですけどね、自動運転の機能の一つで、特に高速道路ですかね、高速道路を走行する際にですね、速度、こちらをね、設定しておけばですね、そのスピードをキープして、アクセルを踏まなくてもですね、自動でキープしてえー走行することができると。 いう機能ですねでまあオートクルーズというね呼び方で、えー、各、ね、メーカーの車についているものはあるんですけども、えー、さらにですねこの、えー、リストニックプラスではですね、えー、前面にセンサーが、えー、グリルの、ね、中央についてまして <laughs>、えー、そのセンサーがですね、えー、前方の車をね、えー ししまして、えー、追従機能ですね前の車を、えー、っと追いかけてくれるという機能がついております。で、えー、要はですね、えー、速度を例えば、まあ、80キロに設定した場合ずっと80キロで走行するわけなんですが、まあ、前方にですね、えー、例えば60キロとか、まあ、もう少し遅いスピードで、えー、走っている車を発見した場合ですね、えー、車間距離を 何とと設定すするることができるのでできのの自動的にですね、えー、その車間距離をキープしてくれると、まあ、減速をね自動でしてくれてでずーっとその車間距離をキープしながら追従してで前方の車がねいなくなった場合またね、えー、設定している80キロというねスピードまで自動的にスピードを上げて走ってくれるという非常に、ね、便利な、えー、機能のね なんですけども、このディストロニックプラスですね。で、実際、それのね操作の仕方なんですけども、今ね、えー、止まっております。で、実際にちょっと走行中に撮影するのはね、ちょっと1人では危ないので、今回はその使い方をね、この止まった状態で説明したいと思うんですけども、えー、っと、これ今ね、走ってるとします。で、このステアリングのですね、裏側の。 この下の部分ですね、えー、よいしょ、わかるかな、えー、こちらです、はい、ちょっとね、わかりづらいんですけども、えー、こちらにね、ウインカーが上の方大きめのバーがね、ついてるんですけども、それの下ですね、ちょうど隠れてます、あ、これですね、はい、こちらをですね、手前に引きます、はい。 これでディストロニックプラスがオンになります。で、これ今止まってるので、今ね、スピードのところは点滅してましたけども、えー、高速道路を走行中にですね、先ほどのこれをオンにすると、えー、その走ってる時のスピードでまずは設定されます。まあ、80キロで走れたら80キロで設定されます。で、えっと、さらにですね、えー、っと、まあ、オンに。 まあするとここがね、走行中のスピードになるんですけども、えー、まあもう少しスピード上げたいと例えば90キロに設定したいっていう場合はここの、えー、バーを上に上げます。はい、でこれ今止まっているのでね、えー、スピードの部分は点滅になってますけども、えー、上げると10キロ単位でねスピードが設定されていきます90キロ100キロ110キロとね。 で、えーと、もうちょっと細かいスピード設定をしたい場合例えば 1km 単位でね、えー、したい場合は、えー、少しだけ上げる感じですねカチッと行くまでじゃなくて少しピッと、えー、上げれば小刻みなスピード設定も可能ですということです原則の場合も同じですね、えー、こちらのバーを下に下げればスピード設定されたスピードが落ちていくとただそれだけのことですねで解除 するときは、えー、2つの方法がありまして、えー、ブレーキを踏むこれはねあの本当に少し踏むだけで解除されますはいでブレーキを踏むかもしくはこちらのバーを奥に押すと、はい、これで解除形になりますのでまあ、ブレーキ踏めばね解除になりますので、うんまあ、車線変更の時とかね、えー、料金所 まあ減速しないといけない時っていうのは、えー、解除して走行すると形になります。で、えー、っと前方とのね、全、えー、車の車間距離ですね、これの設定をする場合は、よいしょあ、ちょっと、こちらの先っぽの部分ですね、これを奥に回せば車間距離広がりますし、手前に。 こちらを回せば車間距離が縮まるということで車間距離の設定もね、えー、簡単にすることができるということです。はい、このね、えー、ディストロイックプラスは非常に、えー、便利な機能になりますので、えー、非常に高速道路ではね、えー、これを使えばほぼアクセルとブレーキ操作な、ねえー、しで、えー、走ることができるので非常にね 疲労の軽減になるんじゃないかなというふうに思うんですけどもちょっと気をつけないといけないのがねえ先ほど言ったようにえ料金所こちらではねえ自分で減速しないと前方にま車がいてればね大丈夫ですけどもえ車がねいない場合はそのままのスピードで走っていってしまうのでそこは一つ注意しないといけないところとであとは下道でね使う場合はえよりね慎重に 使わなないないないいいいいいととけんじゃないかなという,ふうに思います特に信号、これ赤信号はね、えー、当然認識せずに、うん、あの止まりませんのでセンサーが、ね、認識せずにそのままブレーキ操作しなければ赤信号を突っ込んでいってしまうので、えー、そこはねちょっと気をつけないといけない部分じゃないかなというふうに思います。以上ね、ね、えー、メッセデス・メンスの、えー、ディストロニックプラスの、えー、操作方法を、ね、ちょっと説明しました。